こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード4。今回はね、クラウザー編ですね。いよいよ、なんか、ね、バイオハザード4だけをやった人たちって、クラウザーとどういうつながりがレオンとあんのっていうのって、まあ、意外とね、知らないっていう人いると思うんですけどね、まあそこは詳しくはね、あの、派生系のね、ダークサイドクロニクルズっていう、ね、ゲームをやってもらうとね、あれがこのバイオハザード4に当たる2年前にの物語で、クラウザーとレオンがどういうその関係性なのかっていうのをね、まあ、ちょっと描いてる作品があるんで、興味ある方はね、ぜひそっちをご覧いただけたらと思います。で、まあなんかね、もうね、ゴールデンウィークも普通にね、まあ今ちょっとね、ジムでふんがふんがやったりとかね、ようやく、まあね、嫁さんがね、すごい感動、マジで本当に感謝してるんだけど、まあその4月のに入ってから、まあ、あのエニタイムフィットネスに、ね、またにあの改めて通ってるんですよ。で、なんで通うかって面白くて、3月とセキュリティ、3月4月の入会料と、それからセキュリティキー発行代がタダで入れますっていうのがあって、ぶっちゃけそれがあれば、まあ、入会ができるんですよ。で、でもそういうさ、なんかさ、無料期間がこれだけありますってなったら、他のジムとかもそうだし、それこそジムに限らず、サブスク系のやつって、なんか大体さ、その、このくらいの期間入会してないといけますから、使ってないとダメですみたいなさ、なんか、そういう縛りって普通あるじゃないですか。ところが、その縛りが今回なくて、4月で、辞めたとしても、普通に大会できますよって、そんな、1も儲からないのにいいんですかって聞いたんですよ。メールで聞いて、いや、いけますよって書いて、こんなうまい話あるかと思って、電話で聞いて、で、電話で聞いても、いいですよって、でも、ちょっと疑わしいから、もう一回、ほんまに、4月中に辞めたとしても大会そのなんか縛りとかないんですかって聞いたら、いやないです大丈夫ですって言われたから、ああほんまに、じゃあまあちょっと家族と相談してできるだけ長くそのできるようにとは努力するけど、まあ、4月大会の予定痛い4月大会の予定でちょっとまあじゃあやらせてもらいますわっていう話をねちょっとさせてもらった、そんな感じなんですよ。で、まあ、結局嫁さんと相談をして、その半年通ったら1万5000円キャッシュバックっていうのがあって、まあ、実質の3月の末からその一応ね入会をしたっていう扱いになるんで、8月までの、まあ、5ヶ月間で、まあ、半年かかった扱いになるんで、それで1万5000円キャッシュバックがあるから、だから5月6月は実質タダで、で7月8月分の利用料だけでね通えるみたいな、ね、そんな感じでねまとまったというところだったんですけど、うん、そうだからびっくりしたよ。でもびっくりしたっていうか面白いよね。だから実質はそんなさ、いないかな。うん。そう、実質ね、ほぼ無料の、5ヶ月間をわずか2ヶ月の利用料でいけるんだったら、まあ、行こうか。そんな感じだよね。いて。めっちゃ乱れる。ほい。あべ。いっちゃ。くそ。ほい。やっぱナイフが弱いんだね、弱点だね。そう、まあ、そんなこんなでね。でね、まあ、やっぱりそのね、ただ8月、まあ1ヶ月延長して9月末までっていう、そういう約束はしました。でこれなんでかっていうと、娘がね10月からうまくいけば、まあ、保育園に通うっていう予定なんですよね。だからその娘が保育園に通い始めるってなったら、その送り迎えとか、それからまあ嫁もね仕事復帰をするんで、それでね、まあ家族のこととかもあるから、まあそこでね誰と誰が、娘がその嫁一人にかかりっきりっていうわけにはいかないですから、もうとりあえず半年限定と。だから目標が決まったらね、目標というか期限が決まったらね、やっぱここまでにこうなろうっていうね、まあ、なんだろう、ある種その目標みたいなのがね、こう定まった感覚になって、よっしゃ頑張ろうと思うよね。だから目標は、2020年の末時点で僕はベンチプレス100キロだったんですけど、あ、100キロじゃない、90キロだったんですけど、まあ100キロ持ち上げるっていうのを目標に胸を鍛えようかな。で、あとやっぱ腕と、まあ腕もね、そのタンクトップを着た時に、なんだろう、マッスルポーズ的なのをしなくても、あの人なんか力こぶがあるわくらいの腕の太さをやりたい。あと腹筋を割る。この3つ。で、これってね、
その目標を立てる時の一つのコツみたいなものがあるんですけど、みんなねこれねバカバカしいと思って結構やらないことがあるんだけど、何かっていうと紙に書きましょうとか、あるいはスマホのメモ帳に書いときましょうとかっていう風に目に見える形で自分の夢とか願望とか目標っていうのを書いておくと、これ結構大事なんですよ。なんでかって目に留まって考えなくてもその常にそれが頭に置いてある状態を作ると、その目標がだんだんその自分がそれを達成するためにどうしたらいいかって日常的に勝手にね自分の体をねコントロールしてくれるようになるんですよね。でこれをいや紙に書くだけだったら目標をあの紙に書くだけでその目標がねなんか達成できるわけないでしょって言ってみんなに結構バカにしてやらないです。違う目標目標を紙に書いたことで目標達成できるんじゃなくて、目標を紙に書くことで体を動かすっていうそのきっかけを与えるっていう、それが大事なわけですよ、うん、それをあの紙に書いて目標が達成できるなんてそんな楽なことができたらみたいな風になんて言うんだろうな、その勘違いをしてる人に、違う、目標を紙に書くことが自分の体を動かすための第一歩になるっていうことを考えてやり始めなきゃいけない。だから紙に書くっていうことが目標を達成するためのまず第一歩ですっていうことでやった方がいいんですよね。だから僕はベンチプレス100キロと、タンクトップを脱いで、タンクトップ脱いだらただの裸だ、タンクトップを着てても分かる腕の太さと、それから腹筋を割る、この3つを目標に、5ヶ月間ね今頑張ってるっていう最中なんですよ。あの力をねグッて入れた時に腹筋がねうっすら割れてるっていうのをようやく見始めてきたんですけど、やっぱりね抜いたらただのねぽっちゃり系男子になっちゃうんでね、ここがまだまだねちょっとね、うん、頑張りどころでね。あ、ちなみに目標の立て方を見せると、その人からの邪魔が多かったりとか、あこんな目標立ててしんどいわって挫折をしたりとかっていうのにつながっちゃうんで、その場合はそのやってることが間違ってるとかそういうのじゃなくて、目標の立て方が悪いっていうのだけなんで、それはね正確な、ね、目標に立て直した方がいいと思います。具体的にどんなことがあるかっていうと、例えば体重を10キロ落としたいですとか5キロ落としたいですっていうような目標を立てた時に、その目標それを達成した先の目標って何なのってなるんですよ。だから例えば美味しいスイーツを食べたいとか、あのファッション、おしゃれしたいとかね、うん、それからまああの自己満足とかっていろいろあると思うんですけど、それを得るための手段なんですよ。で手段を目標にしてることが多いんですよね。うん、それは違いますよっていう話で、手段目標にしたところで叶えないし、あのね数値的な目標を立てちゃうと、それが達成できてるできてないっていう、そのねあのイエスかノーかっていうので、なんかね結構ね自分が挫折しやすかったりするんですよ。あこれはっきりと目標が達成できませんでしたってなっていくと、今度ね目標立てるのが億劫になってきたりとか、達成できなかった自分をこうなんか卑下してしまって、どんどんね自己効力感とかね自己肯定感っていうのが下がっていってしまうから、正直おすすめはできない。だから目標っていうのはできるだけ曖昧なんですよ。じゃあそのベンチプレス100キロって具体的な目標で、僕はもうこれあと半年で10キロ上げるっていう目標をまあ達成できるんじゃないかと思ってるんで、うん、そういうもうなんか目に見えてる目標とかいいかもしれないですけど、そうじゃなくってじゃあ腹筋を割るって言っても、じゃあどの程度そのうっすら見えてたらいいのっていうのもあるし、それからじゃあ腕が太いって何、なんかねあの1ヶ月くらい前に40センチあるないとかでなんかバタ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 席を賑わせたグレートさんとか山沢さんとかいましたけど、うん、まあ、別に40センチってですね測る道具も持ってないしっていう、うん、だから結局はねそういうところなんですよね。だから自分があの目標を立てるのは大事なんだけど、それが手段化してないかとか、あまりにも明確にしすぎて逆に自分のそのことを縛りつけてないかっていう、そういうところをねポイントで見るっていうのがすごい大事になってくると思うんですよね、うん、ということで今回ちょっとねあのナイフだけで倒すっていうのをね今までやってこなかったんですけど、ちょっとナイフだけで倒すっていうのはぜひやってみようと思います。ただグダグダになる気しかしないグダグダになる気しかしないけど、まあいいかなと思いますね、うん、あともう一つね目標立てる時の、あのおすすめな方法ね、うん、おすすめな方法としてはあのねやりたいことっていうのを明確にするっていうよりも、
やりたくないことを明確にした方がいいです。なんでかね、やりたいことっていうのが、例えばじゃあ、そのね、さっき言ったように体重を落としたいってなった時に、体重を落とすやり方っていっぱいあるじゃないですか。食事制限をするとか、あのカロリーを、あーカロリーじゃない、運動をするとか、ね、うん、それから基礎代謝を上げるとかっていうのがいろいろあると思うんですけど、まあ基本的にはまあ体重じゃない、あの運動をするか、はい、体重を、あと運動をする、もしくは、食事制限をする、このまあ2択くらいかなとは思うんですけど、まあ、とはいえ、あのその食事制限をやりたくないのに体重を落とすためにやってしまうと、結局長続きしないっていうね、デメリットが発生してしまうので、だからやりたくないことっていうのを先にもう明確にする、これがすごい大事で、そのやりたくないことって一体何かって言ったら食事制限ですよっていう、そういう話なんですね。じゃあ食事制限しないで体重を落とすためにはどうしたらいいって言ったら、じゃあ運動をするっていうのに一択に絞られてるんで、運動するのを、まあ、やりたいことかやりたくないことか、あちょっちゅう、やりたいことかやりたくないことかっていうことを考えると、あ、運動制限だったら、まあ、あ、運動制限したらダメ、運動をやるだったら別にそんなしんどくないかなっていうね、そういうのがね、見えてくると思うんですよね。うん、見えてくると思います。だからそういうその線引きっていうのをきちんとできるようにしておかないと、やりたいことの中には絶対やりたくないことっていうのが含まれてしまっているので、やりたくないことっていう悪の目を潰した上で、を潰した上でやりたいことっていうのに移っていくのがいいかと思います。 OK、 じゃあクラウザーね、ぶち殺したというところで、うん、であとはね、やっぱりね、思考は現実化するってナポレオンヒルも言ってるようでね、自分がね、いつもね、言う言葉っていうのがね、結局ね、なんかあれだよ、実現したり実現しなかったりっていうのがあるからね、自分が言ってる言葉が自分を作り上げるっていうのはよく言われたもんでね、僕も浪人する浪人するってね、高3の時のね、夏くらい、6月くらいから言いまくってたらね、本当に浪人したからねっていうのがあるんで、皆さんもね、ぜひね、自分が普段ね、自分に対して投げかける言葉っていうのを注意してもらえたらと思います。いや、私太ってるんだって言っちゃったらデブになってくる、どんどん筋肉ムキムキで筋骨隆々で、もうみんなにモテまくるんだとか、私首があってスレンダーなのっていう風にしてたら、本当に筋骨隆々になるし、スレンダーになるんでね、はい、そんな感じでね、自己コントロールっていうのをしていただけたらいいのではないかなというふうに思います。ということで、ここの扉をね、くぐり抜けたらもうこのチャプター終わりというところですんで、本場とも最後までご視聴ともありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。ではまたね、次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。